ソウルキャリバー2 16回目。ちょっとね、更新時期が空いてしまいましたけど、プレイするのも久しぶりなんだよな。大丈夫かなできるかな。とりあえず今出ているアーケードのキャラクターは全員攻略終わりましたので、クリアしましたので、今回はウェポンマスターモード。もうここからがでもある意味、ソウルキャリバーの真の楽しみと言っても過言ではない。エッジマスターモード、ミッションバトルモードときて、今回はウェポンマスターモードということで、行ってみましょう。ニューゲーム。名前入力。はい。じゃあ、普通に自分の名前でいいんだよね。はい。伊助くんでいきますよ。はい、OK。どういう感じになるのかな。あ、出た。歴史に選ばれて人は選手となり、歴史に刻まれて選手は英雄となる。毎度おなじみのこの文ね。おー、いいね。ここにソウルエッジと呼ばれる剣にまつわる様々な伝説がある。ある噂によれば最強の武器、他の噂では英雄の剣、強い霊剣を宿し、早いあれこれ誰だ。はるか昔に人の手によって生み出されたその剣は長きにわたり、ちょっとあれこれエッジマスターおじいちゃん、あれこの女の人誰だ。シャンファー。あ、いや、あ、すげえ、あ、すげえ、すげえ、すげえ。いつの時代でも冒険を好む者は多い。ソウルエッジは彼らにとって大きな目標であった。おおおおお、三島平八がいるじゃん。おおおお、あれソフィーティアいるよ。ほらもうやっぱソフィーティア解放あるって。そう、あなたの剣と魂の物語。ちょっと文が早くて読み切れなかった。ああ、なになに。チュートリアル、コマンドメニュー。ウェポンマスターではマップ表示中、スタートボタンを押すとコマンドメニューが開く。うん。キャラクターや武器の変更などができる。そうか、キャラクターも変えれるんだね。ミッション、ウェポンマスターでは使用するキャラクターを自由に変更することができる。ミッションの条件によってキャラクターを選択する楽しみ方や、あえてミッションの条件に合わないキャラクターを選択し、困難な攻略法を楽しむなど戦い方はあなた次第。武器習得、武器獲得。ウェポンマスターの楽しみ方の一つとして、武器を習得する、獲得することができる。獲得でいいんだよね、これね。獲得と習得がごちゃっとするときあるよね。うん。武器ね。その他、いろいろな隠し要素がある。わかった。できる限りやってみるよ。頑張る。おう。とりあえずじゃあ、無難に三島平八。いや、無難じゃない。いや、でも使いやすかったんだよな。平八とかマキシとかさ、ラファエルも使いやすかった。でもまあ男、むさ苦しい絵面になってもあれなんで、普通にシャンファにするか。とりあえずシャンファ、とりあえずビールの感じで、とりあえずシャンファを。チャプター1、レグレス。あ、早いよ。レグレス地方。あなたは今県議で名高いレグレス地方の、試練場の扉の前に立っている。うん。扉をくぐり中に入ったあなたの前に一人の男が立ちふだかる。そこで止まれ、武を極めようとする者よ。だがここでは見込みのない奴にお引き取りを願っている。まずお前の腕を見せてもらおうか。随分勢いにやってきた。上等だ。こいつは見どころがあるぜ。いや、これエッジマスターおじいちゃんかと思ったけど違うか。ただのやからか。レグレス。はい。ああ、ほんとだ。武器変更つっても武器なんて今何も無名。彼女にとって最も扱いやすいバランスの良い武器。ああ、これでだからきっと自動回復とか攻撃とかリーチの長さとかいろいろあるんだろうな。この辺はエッジマスターモードに近い。だからほんとエッジマスターモードとミッションバトルモードをうまく合わせてる感じですよね。あ、ちょっとショップ見てみたいな、いきなりだけど。あ、でも今何も持ってねえやお金も何も。とりあえずじゃあレグレス、始まりの試練場。ああ、こうやってトントントンと進んでいくわけだね。難易度1。お前のここ力をかかった俺は嫌いじゃないぜ。試験官を務めた、なんて読むのこれ。エッガーという男。まずは基本的なところから始めるか。何やる。ミツルギじゃんミツルギじゃん。次々と訂正で全ての課題をクリアせよ。はい。エッガー。わ、曲かっこいい。何この曲。絵を寄せば横切りが出るぜ。まずは俺に当ててみな。あ、そんな基本的なところからやるんだ。横切りは自分の周りを走る敵に有効だ。覚えとけよ。B を押すと縦切りが出るぞ。グサー言ってるな。縦切りは相手の横切りを送迎するのに有効だ。 K を押せば蹴り。蹴りは素早い攻撃が多い。牽制にはもってこい。これ一番最初にやるべきだったな。ガードができる。俺が攻撃する。しっかりガードしてみせろ。よし。敵の攻撃を受けきれなければ戦いに勝つこと、勝てっこねえ。こいつは地味だが重要だぜ。方向キーを押し続ければ走ることができる。走ることで相手との距離を調整したり攻撃を避けることが可能。 AG もしくは、BC 投げね。よいしょっと。相手との間合いが近い場合は積極的に狙っているのもいいだろう。投げはいいよね。有効だよね。ガードインパクト。うわ、俺この手のちょっと苦手なんだよな。ガードインパクト。俺を攻撃してみせろ。ガードと方向キーの横か、いや横をタイミングよく押すことで相手の攻撃を弾いたりさばくことが可能。今度は俺が攻撃する。あった。あ、できたんだ。いや、これ狙うのが難しいんだよな。やろうって思えばできるんだけど。最後はソウルチャージ。なるほど。ソウルチャージを行うと自分の攻撃が強くなる。俺はこいつが好きだね。お前も積極的に使ってみろ。やった合格。おお、経験値があるってのもなかなか面白いな。どうレベルが上がっていくのか。経験値400、ゴールド600、エクストラプラティクスが追加された。へえ、なんだそりゃ。エクストラプラティクス。じゃあ次進んでみようか。新たなステージ、防壁場。防壁跡。早く実践をやらしてくれよ。血を求めてんだよ俺ら。エッガーと共に上級者用の訓練場へと足を向けていた。この防壁は昔レクサスで戦があった時に作られたものだ。修行に耐えきれず生半可な腕で満足して野党に見ようとする連中も多い。おいでだすったようだな。3つの人影があなたを遠巻きにしている。たまに思いっきり暴れてみたいんじゃないか。真面目に修行しているお前ならあんな連中は目じゃないだろう。これも修行の一環ということにしようか。ほうほうほう。キリクじゃん。闇落ちしたキリクじゃん。3連チャンで倒せってこと。なんか専用 BGM みたいのあるのいいなあ。なんかこの夕焼けも初めて見る気がするしな。背景、よいしょ。あ、これ体力回復するかな。2戦目。あ、ちょっとするって感じか。なるほどな。2戦目は同キャラ対決だね。赤シャンファ。赤シャンファ結構好きなんだよな。おっと、びっくりした。よしよし。赤シャンファはさ、とにかく初代キャリバーで闘技場ですげえ頑張った思い出があるからさ。よし。あ、マックス回復入った。やったやった。最後はマキシだ。これコンピューターの難易度ってハードのままになってるのかな。いや、ちょっとやっぱ弱い気がするな。最初だから弱くされてんのかな。終わった。マキシムを使いたいな。ゴールドとか経験値ってそのまま引き継がれるのかな。おー、いいんじゃない。新たなステージ、戦士の試練場行きましょうか。試練場、うん、修行者同士が戦う。ここしばらく貴様の修行ぶりを見せてもらった。貴様なら我が試練の相手として不足はない。お、ついにこいつと戦う時が来た。私は全力で戦う。貴様も全力で来い。エッガーと戦う時が来たよ。キリフやないかい。レオンっていうの。キリフ大量発生してんだけど。あ、でもこのステージも初めて見るな。いいね。お、やば、本当だ、本気だこいつ。レオン本気だ、レオン。あ、でもなんかあれね、アーケードの戦いっぽくていいね。よいしょ、やった。うん、これパーフェクトで勝つと経験値とか多くもらえたりとかあんのかね。ご飯の闘技場が使用可能になった。あ、そうだよね、やっぱこの舞台ね、初めて見たもんな。ふんふんふん、なるほど。まあ、まずは基本的なところですよね、全然ね。これが難しくなってくるんだろうな。5人抜きとかさ、闘技場出てくるんだろうな。新たなステージ。ああ、もうチャプター2入っちゃった。旅立ち。うん。ソウルエッジを探しているなら東に向かうがいい。ツバーン地方を抜ければ、自由都市、ベネトナツ市がある。人々が絶えず出入りしているあそこなら情報が手に入るかもしれん。今回は私の負けだ。剣を交えた後、レオンはあなたに言った。だが私はもうすぐ追いつく。明日もう一度試練を受けるつもりだ。何でもソウルエッジを探していると聞いたが、それならまた会うこともあるだろう。我々は同じ目的を持つライバルというわけだな。再会する時を楽しみにしている。いいなぁ。いちいちこういうサブキャラもさ、言うことがかっこいいんだよ。ああ、ツバーンの私。ちょっと一回さ、あれ見てみましょうか。ショップ、お金が貯まったんで、なんか武器買えるんじゃないのかな。他のキャラクターのね、やつも売ってんのね。シャーファーはカルド。カルドが買えますよ。これどんな武器なんだろう。え、見れないんだ、どんな武器か。どんなだろう。へえ。ん？あ、火器の新コスチューム、バトルシアター。うわ、何これ、欲しい。この辺欲しい、何それ。へえ、そういうのも売ってんのか。どうしようかな、ちょっとカルド。まあ、まだいいや、ちょっと節約しておこう。あんまお金ないから。うん。特に今んとこ困ってないしね。スバーンの私行きましょう。ツバーン川。川に人影が現れた。たちの悪い野党の類。あなたがため息をつくと向きを握り、何回か攻撃を当てればそのうち繊維を消失。あ、敵に20回攻撃を当て生き延びろ。はあ、20回攻撃を当てる。ボルド。なんでボルドなんだよ。ただじゃ済まないわよ。こんな野党がいてたまるか。おお、20回。そういえばなんだっけ、ミッションバトルの時でも先に16回やってた方が勝ち。あ、待って、時間やばい、時間マジか。あ、もう終わってるよ。おお、ちょっとボーナスつくんじゃない。なんてね、レベル2になったよ。おお、やりましたね。レベルが上がるとどうなるんだろう。アルシュ村。強風によって常に体が流され、リング際で踏みとどまれない。あー、落ちやすいんね。なるほどね。分かった。ここタリムちゃんでしょ。違うんかい。ユンソンはね、でもね結構、本当だ、流される。うわー、やばいやばい、これエアーマンステージでこれ落ちてった相手が落ちてった。倒れながら落ちていくのシュールだったなあ。まあでも全然まだ楽ですね、この辺はね。はい、敵が待ち受けるダンジョンを進みボスを倒せ。ダンジョンを進みボスを倒す。はあ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 。お、すげえ。こんな風に進んでいく。面白い。なんか進化してますね。うん。滝だ。野生の滝が現れた。ここリザードマン出てほしかったな。リザードマンが恋しいよ。リザードマンに会いたいよ。これダンジョンだからきっとあれだろうな、体力が連戦扱いになるんだろうな。ゴールドだけ手に入った。さらに先へ。もう一回同じとこ行く。入っちゃった。意味ないことしちゃった。いや、ここから上とか下とかに行けるのかな。色違い滝が出てきたよ。というかノーマル滝。あと、よし。まあちょっとだけお金が貯まったってことで。そうか、普通に進んでいっちゃっていいわけか。なんかお宝がある部屋とかさ、そんなんありそうだよな。さあ誰だ。マキシ。まあこういうところまでキャラクターを作る余裕はなかったんだろうけど、なんかシュールだね。こういう主要キャラがダンジョンで待ち受けてるっていう。よし、次。もうボスじゃないのこれ。すげえ近かったな、ダンジョン。おお吉光まだ出てきてないもんな。もしかしてこれ倒したら吉光解放か。これ 2P カラーかな。すげえな、お面が。よいしょ、おいおい、バッチリじゃないの。いいんじゃない。これでダンジョンクリアかな。クラスアップ、レベル3。おお、やった。これでこうやって増えていくんだ。吉光使用可能、嬉しい。じゃあちょっとアーケード、アーケードどうしようかな。いつやろうかな。でもこれで絶対ソフィーティアとかソミナちゃんとかも出るだろうな。新たなのステージ、カーニバルチャプター3。早い。ガンガン進むな。自由と喧騒の街。バカ者、わしにこれ以上恥をかかせるつもりか。キャロット、ちょっと大丈夫、ちゃんと読んでるよ。ちょっと武器買ってみようかな。試しに買ってみたくなってみた。あれ、武器変わってる？いや、ちょっとランクの高い武器が現れたのか。コピス。あれ、さっきと違うじゃん。場所によって違うってことか。これショップ、新コスチュームのボルドとかさ、ここっちだとショップが、あー違うね。ここは多岐、チャプターによって違うのか。んあ、ちょっと待って間違えた。ショップ、ああ三剣なんだ。ウェポンギャラリー、へえ、なるほど、そういうことだったのか。これでもじゃあちょっとやっぱお金貯めないとな。まだいいや、リングアウトさせて敵を倒せ。うん、わかった。なんだこいつ。ああ、あれか、カサンドラの時ラストに出てきたやつだっけ。こいつもじゃあ解放されるんだろうな。いやでもまあそんなに嬉しくねえなこいつは。リングアウト、あ待って、リングアウトか。違う、リングアウトか。リングアウトを狙える技って、ああ落とされた。マジか、マジか。リングアウトを狙えるのってなんだ。シャンファー、いやでも普通にちょっと強めの蹴りをぶち当てればいいか。とりあえずまず自分下がって、うわっ、自分さ、うわ落ちるじゃん落ちるじゃん下がりすぎだよ。うわ今の間抜けだな。いやギリギリのところで踏みとどまってくれるかなって思った。落ちちゃうんだこれ、マジかマジかよ。やばいな、相当吹っ飛ぶな。あーこれでもいいよな。いやこれなかなかだぞ。うわ危ねえ、ここいった、いい場所に、あーちょっといった。これ落としたことになるのかなどうなんだろう、なんか微妙な勝ち方だったな。まあいいかはいレベル4になりました。おう、シャレードが塩可能になったあんま嬉しくねえな。でも5つ、5人枠が空いてたうちも2人埋まって、あと3人、ソフィーティア、ソンミナ、あと誰だ？あれなんか2つ、あ神殿、神殿だってさ、ディフダ神殿、ソフィーティアの匂いがするぜ。行きましょう。投げ技が有効だと思われる敵を倒せ。うん、神官が姿を現した。いやでもここ関係ねえか、ソフィーティアじゃないのか。投げ技ね、分かった。ラファエルだったわ。ここにはヘパイストスのおっちゃんはいないわけね。うん、投げ、もう何回か当てんとな。よいしょー、ほっ、いいねー。もう1回ぐらいかな。あよいしょ、もう1回だ。オッケー、もうラファエルの関節グニョングニョンになっちゃってえへん。いや可愛いなシャンファー、やっぱり。よし、ああこれで、結構道分かれてきたななるほど。下行ったら、何これ、秘宝伝説、ほうほう、サブチャプター、はい、秘宝伝説、うん、これでまたダンジョンってことね。さまざまな仕掛けのあるダンジョンを進み、力が尽きる前にボスを倒せ。難易度めっちゃ高い。難易度星4だよ急に。はあ、なるほど。ちょっとダメ元やってみようか。うわめっちゃ遠そう。どんなん、どのぐらいの難しさ。これはでもさすがになんか武器買っていかないと無理だろうな。うわアスタロス、こんなアスタロス初めて見る。これアスタロスこれアスタロスか、ベルセルカーって書いてある。いやまあアスタベルセルカーってなんだこいついやロック、お前ロックなの。待って待って待って、強い危ねえ、ギリギリ。やたら強かったな。とは攻撃力エグかったなベルセルカー。ちょっと回復しないと。これって1回出ると多分また頭から全部やらないといけないんだろうな。いやもうアスタロスばっかりやないか。あ、ちょっと違うベルセルカー動きはアスタロスなんだけどちょっと違うんだね。うわまずい、うわ一撃がでかい。ベルセルカーうっとうしいな。いやー、あでもいけるんだ。死んでも進められるんだ。最初からやらないとダメなのかなって思ってた。そんなわけではないんだね。いやそんなわけあるわ。体力めっちゃ減ってるわ。なるほど、最先時の体力でやらないとダメってことか。なるほど、そうか。じゃあやっぱちゃんとやり直さないと。これだけ食らってる状態だとしんどいかもな。またベルセルカーが出ますか。ベルセルカーだ。反乱のおっさんばっかじゃねえかこのダンジョン汚ねえダンジョンだな。うわまずい。体力ギリギリすぎる。さまざまな仕掛けがあるダンジョンとか書かれてたけど、今のところ仕掛けっていうか裸のおっさんがいるだけなんだよなおっさんだらけのダンジョンだよ。いやでもこういうの面白いな。またおっさんじゃねえかよ。ちょっと2回目。やべ、体力でかいぞ、強いぞこいつ。やばい。うわまずい。うわあったー、悔しい。ちょっとやる。この続きちょっと体力少ないけど、いやでも行きたいなここな。そうか、この途中からはもちろんショップにも行けないから武器を購入することもできないわけだ。ベルセルカー、マジかー、やべえこいつ。マジかー。ちょっと頑張っていい、もうちょっと。体力がもうないもんな。危ねえ。よいしょっと、関節ぐっちゃぐちゃ。もうちょい悔しい。いやここいけそうだな。いや一回出た方がいいかというか、ここでそんなに意地になっててもしゃあないか。いや危ない。分かった、一回出よう。体力がこれはしんどいわ。そうか、なるほど。悔しいけど一回出る。ここでのサブチャプターでのショップはどうなってるんだろう。うわ、たっけー。あ、演舞、演舞が買えるんだ。マジか。演舞欲しいな。武器より演舞欲しいな。あ、買えないよ。あ、いや、買えるか。5600円。うわ、これとにかくゴールド必要だな。ちょっとじゃあ試しにこっちのチャプター3のショップを見てみよう。武器、シャンファの武器がシャンファ、あ、これコピス。物は試しで買ってみようか。買ってみる。どんな感じ？コピス。エコンセレクト。あー、ガードは貫通するがリーチは短い。ガード貫通ってよくない？いいんじゃない？いや、でもただでさえ短いリーチがさらに短くなるのか。ちょっとコプスで、ここ、リベンジ。あー、やっぱこっからになるよな。石窟。接骨、接骨か、セックス、セックス。今一瞬危ないこと言いかけたね。事故だよ、事故だよ。下ネタ言おうと思ったんじゃないよ、別に今。ガード貫通はでも、美味しいと思うな。よし、体力マックス回復。やっぱ最初ここで食らいまくったのが痛かったんだよな。反乱のおっさんをとにかくどんどん倒していこう。あ、でもなんだったら途中でかなり進んだけど回復したいって時は弱い敵を倒して体力回復をするっていう、そういう手もあるんだろうな。あ、これ面白いね。そう考えるとなんか変に戦略性があるというか、変にじゃない、面白い戦略性がある。こういうシステムがあるのはやっぱソウルキャリバー面白いよな。よし、ここもとりあえず無難に。ここだったっけ強いやつ。ちょっと豪華な鎧がついてるやつ。こいつだ。いや違う、これじゃないな。いいな、ベルセルカー。ちょっと使いて。こいつ解放なんねえかな。いや、ほぼアスタロスなんだけどね。ここか、つまずいてたところは。セックスジーン。体力マックスだからな。あっ、ぶね。マジか。やば。え、何に当たった？ちょっと待って。なんかあるぞ、このステージ。なんか。あれ？なんかどっか爆発したよね。仕掛けってそういうことかい。あ、でも体力マックス入りましたね。それ、あ、ガード貫通いいな。これは買ってよかったかも。次はまだボスじゃないのか。あ、BGM が変わった。あれ？なんか体力、あれ？さっきよりむしろ弱いよ、敵が。いやそんなことない。やばい。あ、強い。全然強くなってる。やばっ、食らった。大丈夫なんだ。だからこういう時にちょっとか、あ、え、マジか。ちょっと回復したいなーって時にこことか戻るわけですよ。戻って弱いやつを倒して体力を回復するっていう、これでいこう。よいしょよいしょ。よし、回復してるね。で、どっち行こうかな。右の方がなんか続いていきそうだから、あえて上に行く。お宝の気配。これはトレジャーハントの血が騒ぐ。もうおっさんばっかじゃねえか、ここ。やべ、体力マックスのベルセルカー。やば、ここきついぞ。ラップねー。よいしょー。よし、あ、マックス回復入るね。あ、いいね。なんかお宝とかないのかな。なんだろうな。マックス回復できる敵ってこと。よし、おお、楽だった。それとも単純にレベル上げ。あ、お金が200円増える、そういうこと。こっちにも行ける。どこ行けばいい。うん、あー、体力多いね。あ、なんか毒、なんかあれ、なんだこれ。なんだろう、わからんけど、なんか緑のもやが出てた。毒ではないな、食らってなかったから。むしろ回復するんじゃないのか、今のは。あ、さらに先へ。こっちで合ってたのかな、道。なんか出るかな、その仕掛け。ただじゃ済まないわよ。出ないか。あ、出ないな。やべえ、強そうだぞこいつ。やば、落とされた。うっとうしい。マジかよ、なんだこいつ。でも負けてもお金入るってのはありがたいな。演武欲しいもんだって。演武欲しい。よし、よいしょー。 OK。 うん。あ、こっちに行くんだ。うわ、広いな、しかしここ本当に。また BGM が変わった。すごいな。でもそろそろさすがにボスが近いような気が。待て、やばい、強い。マジか。いやー、相当食らった。これ回復どこまで。うわ、ちょっとしか回復しねえわ。いやー、なんかまずいな。あなんだこれ、なんかいろんな、どこ、ちょっと全然関係ないとこ行こう。回復部屋じゃないかな。うん。緑のモヤモヤがかかってんの。あ、英語で言われてもわかんねえって。あ、ほら、あ、回復してる。あ、やっぱそうだ、回復部屋なんだ、こういうの。あ、ありがたいね。なるほど、寄り道していくべきだね。あ、でも時間かけて倒せばよかった。回復したかった。なるほどな。あ、面白い。じゃあこの辺もちょっと行きたくなるな。全部の部屋行こう。無駄なことし始めた。ちょっと余裕が出てきた。いや、これいいよ、面白いよ。よいしょ。危ねえ。ただちょっと油断するとこうなっからね。やばい、こいつ明らかにね、強さが違うやつがいたりするんだよね。なんかとは、うん。あ、でもここは回復できましたね。ここなんだ。体力は少ない。よし、待て、気持ちいい。裸のおっさん気持ちいいな。うん、あ、じゃあ行くべき道はもう一つしかなくなったよ。ついにこの先にボスがいるんじゃないのかな。さすがにもう見えない。見えない敵か。こういうパターンね。いや、エッジマスターモードやミッションバトルモードでもあったから。分かった分かった分かった。敵が見えない。うわー、これでも厄介だな。ただガード貫通がありがたいね。よし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 、いいじゃない。うん、あれまだ続くのか。広いなあ、ここ。あれ、普通の敵だ。絶対こっちの土地の体力が減っていくみたいな。うわ、待て待て待て、強い強い、ナチュラルに強い。マジか。よいしょ、なんとか倒せた。これよ。よし、ここは何の仕掛けもなかった。あ、こっちもうでもさすがにボスじゃないかな。相当広いぞ。うわっと、全然楽だった。よし、あ、お金がどんどん溜まっていく。いいねいいね。あれ、ここでまた分かれんのか。じゃあ下行ってみるか。なんだろう、何がある。ただじゃ済まないわよ。うん。体力。あっ。そう。う。やばいな。うん。まずい。うわ、つえ。ここつえ。マジか。悔しいな。もう一回やろう。なんだなんだ、ここなんなんだ。よし。うわ、危ねえ。よしよし。いった。ちょっと。オッケー。あ、倒すと体力マックス回復入るっていう敵か。なるほどな。あ、じゃあ来てよかった。ここマックス回復って覚えておこう。うん、次なんかあれみたい。ドラクエ3のさ、神田田だっけ。神田田こんな感じだよね。よし、ここもまあ無難に。あ、出たボス。ここがボスね。じゃあこっち行きたい。ボスの前に。俺もうダンジョンの宝箱は取りたいタイプなんや。しょうがないんだよ。 RPG やると長いタイプなんですよ。 RPG じゃないけど、これダンジョンが好きなんです、とにかく。うわ、危ねえ。あ、でもここ回復バフがついてますよ。よいしょー。オッケー。ぐっさぐさにしちゃった。筋肉のおっさん相手だとなんかあれだね、人間残酷になれるね。あ、でも何もないや。あ、じゃああと行くべきはもうボスを倒すだけだ。よし、行きましょう。じゃあさあ、どうだ、何が出る。でかい。なんかでかくね。グレートアックスと書いてあった。やっぱ強えんだろうな。強いおっさんが出てきた、最後に。ああ、ベルセルカー。強いおっさん。あ、なに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 。何、おお揺れるんだ、わからん、何それ、ちょ意味がわからん、これさ、アイテムでも揺れてるからやっと倒した。わけわからん、めっちゃ揺れてた。やったー、正義は勝つなんてね。やりー、経験値もめっちゃ入ったし、お金もエクストラチームバトルが追加された。へえ、チームバトル、いやこれめっちゃ面白いな永遠にできるな、ほんと。改めてソウルキャリバー、ソウルキャリバーは永遠だと改めて思った。通行ってそろそろもういいお時間になっちゃいました。石窟寺院、今回は攻略っていうところでここまでにしておきましょうかね。最後にじゃあ演武買おう。演武、シャーファーの演武欲しい。なんでシャーファーちょっと高めなんだよ何、サービスシーンでもあるわけ。平八の演武とかすげえ安いあ、平八じゃねえ、義満。なんだろうこれ、ラファエルも高めだし、何が違うんだろうな。でもまあ金ならある、金は稼いできた。シャンファー、シャンファー演武買いましょう。演武購入、よし。今回は演武を見ながらお別れでございます。演武ってどこで見えるんだろう。エキシビジョンシアター、エキシビジョンシアター、一回出るか。じゃあセーブ、上書きセーブして、いやこれはでもなんかちょっと長くなりそうですね。まだまだやりたいことがいっぱいある。で、アーケードのキャラ、そうだな、とりあえず全開放行きたいな。演武。使用する武器を選んで、なるほど、だからリーチの短いのとか選んで、練習できるよと。あ、これもそうだ、使用する武器を選んで。へー。ミュージアムじゃないかな。デモシアット。あ、これか、演武。おお、やったー、シャンファー。じゃあ今回コピス使ったから、コピスでシャンファー待っておくれ、なんちゃって。お、かっこいいお、いいね。あ、何フリーウェイト、あ、これもしかしてカメラとか動かせる。いや動かせはしないけど、おお、いいじゃん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 。ちょっとスタートボタン押してみていい？あ、やっぱなんか、なんか、ノーマル、フリー。あ、フリー動かしたい、フリー。あー。やっぱお尻ばっか見てんのがバレちゃうシャンファーのお尻ばっか見てんのがバレちゃう。アップとかできないのかな。あ、アップできるよ。へえ、いいね。一時停止とかできないの。あ、落ちた何して。なるほど。以上、シャンファの演舞でございました。華麗に待ってくれましたね。じゃあちょっと次回は引き続きウェポンマスターモード続きいこうか。キャラクターは、あ、キャラクター変えても面白いかな。いやでもちょっとシャンファ、いやまだシャンファでいきたいな。いやこれいいななんか同じゲームなんだけど別のゲームを始めたみたいな、なんか新しい楽しみ方がまたありますね。はい、今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。